12月1日だからもう舞台稽古始まったら一瞬なんだろうなとは思っていたんですけど本当にあっという間で自分でも驚いておりますいやー本当に過ぎ去ったんですけれどもでもでも本当にいい舞台になってよかったなーって思うし無事に。 二人,一人かけることなくもう一人でもかけたらこの作品はもう無理なんですけどサーバントさん含めもう無事にみんなで千秋楽を迎えられて本当に良かったですなんかキャストのみんなで言ってたんですけどこの「ジョーステってさ「悪魔召喚」とか「黒みさとか「生贄とかとんでも不吉な作品なのに。 この100公演以上120公演とか130公演とかやってる公演の中で一度も延期とか中止とかになったことが一度もなかったみたいでそれってすごいなって言ってましたみんなで一度も何も起こらず無事公演を完走できてるってほんとすごいって こんなに不吉なね舞台なのにねすごいよ大樹くんがくまちゃんタワーありがとういやーもう声温存のためにずっとミュートでテロップだったんですけれどもうね本当に泣くし叫ぶし。 泣くし叫ぶしで声がね「黒が押ししか勝たん」「ありがとう」客席からファンのみんなの顔もめちゃくちゃしっかり見えましたありがとう本当にいやーようやく話せるんですけれど月を女王に笑えの 内容をもうアトレイユが200年たってもアトレイユのままで本当に嬉しいですエリアメが今日見に来てくれててエリザベット様の三田真央さんとアメリア様の草葉まなみさんがマチネに「すごいアトレイユってアトレイユのまんまなんだね」って言われました。 「あんた変わんないね」って <laughs> そう変わんな,なかったまさかこんなに不死人生を謳歌しているだなんてもう舞台最前列のチケット買っちゃったりして本も山積み。 あの家の中にはねアトレイヨが世界中からら集めた骨董品だだけなんだそうですちょっとね舞台のセット上的に骨董品でまさかの骸骨の一つが登場したんですけど実際はもう本だらけであの本だらけ骸骨だらけあ間違えた骨董品だらけ。 孤児のみんなに孤児のみんなの平和を幸せを願ってるところだったりとか変わらんぞいアトレイオがすごい嬉しかったですあっシンデレラタワーもらっちゃったありがとうなんで名前伏せてんのよ誰かわかるけど 一回ししかか行けなっったのが悔しいってそうママも言ってたもっとロングランやってほしかったって <laughs> 今仲間の仲間と舞台の話しながら飲んでるって嬉しい私のファンの方たちもなんか飲んでる気がする人によれば人によりけり なんかねアトレイユだなーって思ったのは足閉じないよねアトレイユってなんかララさんにさ話聞きに行く時にさ貴族だしちょっと遠慮するんだけど <laughs> 橋は閉じないよね <laughs> でもあのララのお家行く時にアンがあのー アン様があれだからさクロエとララを狙ってたっていうのも聞いてるし供述者として殺し屋の依頼でララとクロエ狙ってるっていうのも聞いてたから「あなたは来ないでください」って言ってこうやって待ってやってるのね本当は見えてないんだけど舞台セット転換的な感じで。 見えてないんだけど実はあんにアトレイユが「待て」ってやっててあんが「はあ?」ってやって屋敷の前であんはうろちょろしてるんだけどもう、まあ、入ってきちゃってララにアトレイユが「い <laughs> っ<見>えっ? <laughs>」とか言って。うとか。 なんかピュアだよねアトレイ言ってピュアだし優しいけどそれは孤児だったから親の愛情が分からなくて愛情って何だろうって思ってたけどギブールもシャーリー師匠もマノンも すごい愛をたくさんくれてたからこそこんなにまっすぐだしなんかね一番この作品で好きだったのがアンさんにアトレイユが心折れちゃった時に「愛を求めて戦えない」って言われたところが。 そそもそもアトトイユのあてがきっていうかあのキャラクター設定みたいな台本のやつに愛を望まない性格って書いてあって愛を望まないっていう子だったし愛が美しいとは思えないってずっと言ってたしうちは家族とかそういうのよくわからないってずっと言ってたのに。 シャーリーリ師匠とマノンのことを家族のような人たちとか家族大切な人を失いたくなかったとかなんかすごいだし孤児の子たちも200年経ってもいろんな孤児の子たちを支援してるのはギブールの愛のおかげだしなんか誰よりも 愛を望まない性格なのに実は愛を求めてるのがアトレイユでそれがすごくなんかわーってなったしアトレイユはあの死体をね運ぶ仕事をしてたんですよ昔不死になる前そしてあのシャーリー・ハンに入る前 孤児の子たちは死体をあの土葬のところに運んでお金をもらって生活しててあとレイユも私も同じでしたからって生きるためにはお金が必要っていうのをやっぱり孤児は私たちはお金が欲しいでもそんなものに屈しない っていうボニーとメイベルのもあったように。でシンバルとカスタネットが殺し屋になってるところがやっぱり生きるためには時には道を選べない時もあるんだなっていうのを感じたし殺し屋 VS 警察の時にあのシンバルが お前は知らない愛を知っているって歌うところがめちゃくちゃ好きでそうもう最高すぎだし <laughs> あともうララのあの何があっても家族だからっていうところもすっごい好きで。 もっと強く輝け私の剣みたいな。<laughs> 主を守るため何があっても家族だからってとこ。う わシューカーさんがお疲れれ様タワーくれてるありがとうゴミチューンクッキーもくまちゃんありがとう好き好き要素がマジでいっぱいありすぎるな今作でも吉田さん的やりたいことを全部詰め込んだ作品だったみたいでやりたいものも自分が見たいものも全部詰め込んだって言ってて嬉しいですね もう脚本演出家さんが自分の見たいものを全部詰め込んだって言ってくださるって本当に嬉しいうん私実はなんかアン様って途中から全部アトレイユ越しに見ててそう。 だからアトレイユがメイベル・ボニーが目の前で死んじゃってしかも消えちゃって痛いも残んなくてへえみたいなでも本当のアン様的には正直ラッキーなわけよ一人減って一組減ってラッキーなのにそのアトレイユ越しのメイベル・ボニーを見てるから メーベルボニーやった警察に怒ってくれたりとかそうアトレイユのことはね好きなのこれは私のあれではなく吉田さんが言ってた「アンはアトレイユが好きだから」って <laughs> これは私の勝手な解釈ではなく <laughs>。 でもいっぱい本当に星森紗菜さん、アンを演じた星森紗菜さんと本当にいっぱい話し合って、ここのシーンをどうしようかみたいなのいっぱいいっぱい作れて、もう本当に良かったなと思います。しもう本当に感謝 今回はキャストさんのポテンシャルがマジですごくて芝居稽古なんてないんだよね今回結構普通の舞台って本来あのミザンスって言ってシーンでの立ち位置とかセリフをどこで言うとかそういうなんか形作り 下書きみたいな感じでやってでシーン稽古で芝居のニュアンスとかを全部やってで投資なんですけどシーン稽古が一切なくだから芝居のこととか何も言われず本当にキャストで芝居とかどういう感情になるのかとかを話し合ってあんたとトレイユも。 その最初吉田さんに「噛み合ってるようで噛み合ってない2人の会話」っていうふうに言われてそう「あれ?」って言われたのなんか「悟空とベジータ」って言われたんだよねででも私あんま「ドラゴンボール」分かんなくて。 悟空とベジタータって。でなんか噛み合ってるけど噛み合ってないんってで最初二人とも結構クールにやってたんだけどなんかもっとここはなんかコメディな感じでいいみたいなこの作品で唯一なんか平和なのが不死者だからって言われてああ <laughs> 不死者なんだ <laughs> 不死者が平和シーンなんだみたいなさあアンアットと リリーとの3人のシーンが唯一客席が心休まるところだからって言われて珍しいなって。 そうなんですよ声ガラガラそして1080日ありがとうございますだからでも私悟空とベジータがどんな関係性かあんま分かってなくて「え私で分かりやすいので言ったらサンジとゾロみたいな感じですか?」とか言って「あまあまあまあ」みたいな「じゃあサンジとゾロで」 でサナさんに私三時推しだから三時でいいですかとかと <laughs> かあれかなって犬と猫じゃんみたいなきっとアトレイユが犬でアン様が猫真逆ってことですもんねでもアン様が赤で アトレイユが青ななんんだけどなんか火ってさ赤と青があるじゃんそれにもめっちゃ合ってるなと思ってアン様はきっと赤いメラメラした炎でアトレイユは静かに青い炎なんだろうなっていうのを感じてすごいうわってなりました。 でもなんかすごい本当にねキャストそれぞれのあのペアの属性というかマジでいろんな人に刺さるペアリングだったんじゃないかなっておちゃらけた先輩としっかりした後輩の警察コンビだったり あの殺し屋の実は優しい殺し屋っていうのもだしかり過激団の感じとかあとベリーズとあのメイ,あメイベルじゃねえやベリーズとエデンの姉妹とかえー、ベリーズじゃあ何ただのサイコ野郎かと思ってたけどサイコパスというよりも妹のために 自分で事件起こして新聞売ろうとしてた感じみたいな。だから本当にこの「ジオステはさ、なんか吉田さんって、なんか残酷な性格やなと思うんですけど <laughs>、あれですよね。なんか人間の愛は、 愛が大きくなるだけね周りが見えなくなってしまうのとかさなんか自分の正義と他の人の正義が一緒かは分からなかったりとかさすごい。 おーって孤児と貴族でお金を持っているから幸せなのかって言ったらそうでもないじゃないですか。孤児はお金がないけど孤児の妹たちとかメイベル・ボニーとかなんか大切な存在がいっぱいいるけどクロエはお金があるけど私はお金だけだと思ってたみたいなとか本当になんか。 自分の幸せは、ってか、自分の不幸は誰かにとっての幸せの対象なこともあるんだなっていうのが。クロエとメイベル、ボニーとかマジ真逆で最高だってね、お金はあるけど、周りに人がいない貴族チームと、 お金はないけど周りに人がいるチームみたいないやーよかったなでここの月のさ二面性っていうテーマがさすごいよかったよねそう自分の正義が他人の悪そういやーマジよかったな私そのアトレイユがアンに謝ってさごめんなさいって 私が間違えていましたって最初はね最初の,あの貴族に襲われてメイベルポニーにも襲われて弓刺さって「すいません私が間違えていました」って言ってアンが「分かればいいのよ」っていうのはアン的にはその「分かればいいのよは」はアトレイユがその人「人間は時には悪魔になる」ってずっと言ってて。 メーベルボニーあの子たち人殺ししてるよみたいな弓矢があれば人殺せるからって言ってたのに対してアトレイユが「そんなことない」って怒っててそれを間違えてましたってあのアトレイユが謝ってるって思ってアンは「<laughs> 分かればいいのよ」って言ってるんですけどでリリーが「いやあんたが違うわよ」って言ったアンがは?」みたいな。でそれははアトレイユは ずっと真犯人がいると思ってて真犯人を捕まえなきゃって言ってたり怪しい人物は殺し屋貴族警察この中にいるって言ってたけど全員が容疑者だった全員が犯人だったっていうので間違えていました私の推理が間違えていましたが一つ目のすいません私が間違えていましたなんですけど もう心が折れた時のごめんなさい私が間違えていましたは救えると思ったみんなをみんなを救えると思ったし救いたかったし殺し合いなんかしなくても解決策を見つけられると思ってたけどみんな止まらないし私は殺すこともできなくて人は時には悪魔になるっていうのが そこでようやく私の考えが間違えていましたになるところがめっちゃ好きでした。っていう感じです。もう喋りたいことがありすぎるんですけどこのままマシンガントークしていたら声が本当に死にそうなので <laughs> 明日またゆっくり感想を配信したいと思います。 明後日はね、お仕事でね、お泊りのお仕事になるので、明日はちょっと、お泊りの準備をして、ちょっと YouTube 作んなきゃ。月を女王に笑えの舞台裏 YouTube を次アップしたいので、急いで編集します。キャストさんいっぱい映ってくれた。嬉しい。あ キーさん家からありがとうってタワーくれたえすごいありがとうしかもアイコン私じゃないですかショールームの優しいありがとうそう YouTube 楽しみにしてて舞台裏とかあの小道具の説明とかもしてますので楽しみに 正捨て、次は10月に新作だそうで、私は多分出ないとは思うんですけど、さすがにね、2作連続アートレイユのお話を作っていただいたので、3作品目は、新キャラが登場するのか、新しい不死者が誕生してしまうのか、もしくはまた、エリアメとかジャック様とか、リリーとか、 他の死者がまた再度登場するのか私も楽しみです絶対見に行きたいということで皆様ありがとうございます最後にお礼をさせてくださいじゃーん大樹くん ありがとう月を女王に笑い見に来てくれてありがとう応援ビジュアルもありがとねありがとうそしてシーカーさん月を女王に笑い見に来てくれてありがとう多分ねあの楽屋から。 舞台で来てる方たちの,あの客席が見えるんですけどシーカーさん私なんか2回ぐらい見つけた気がする帽子をこれ絶対シーカーさんな気がするって見ながら思ってた <laughs> ありがとうシーカーさん応援美女もありがとね ありがとう客席からマジね、めっちゃ見えるんだよねそしてじゃんソフトさん、応援ビジュもありがとねありがとう ありがとうアリシアはね生きてんだろ生きてんのかねでもねよしウッキーさん景ありがとう アアリシア私が一番演じたいのアリシア楽しそうありがとう私が一番演じたいなって思ったのはアリシアで衣装込みでかわいすぎで 押しキャラはエリンです推しキャラはエリンとシンバルとエリンシンバル顔しですね。あとララララもめっちゃ好き。 ということできっとあのきっとではないわ発表されたディレイ配信もございますので皆様ディレイ配信見てねーちょっとね今日配信でめちゃくちゃネタバレたっぷりしたんですけどまだ見れていない方あの劇場に来れなかった方はディレイ配信でぜひ見てくださいでディレイ配信始まったら あの同時視聴配信もやりたいなと思っていますのでお楽しみにそしてそして YouTube コミーチャンネル待っててねチャンネル登録よろしくお願いしますでは皆様ありがとうございました改めてまた明日ゆっくり皆さんの感想とかも聞かせてくださいまたね コミちゃんのファンになってもいいですかよろしくお願いします。<laughs> ありがとう。